体重がかかる。あ、そうか。からそうか、からいるんだこの子。今のサイズですね。M。相当乗せてください。はい。で、中田さんさん、冒頭に来て。この間7キロだったんだよね。昨日7.4だったの。7.4ありました。うん、はい、猫ちゃん。猫ちゃん、間入ります。はい、行こう。よし、はい、行こう、頑張ってきて、あ、来よう。撮影してもいいんですよね。待て引く100だから7350ですね。おじゃーん、7350。はい、じゃあちょっと身体験、パッと体温、体温、お肉測ろう、お肉測ろう。はい、じゃあ脈見ます。 1,2,3,4,5,6,7,8。 リコーさんにはグローブあげるよ。いいな、腰あげるよ、めっちゃあげるよ。子供ってなしさ、もっともらった、めっちゃあげるよ。おやつの王ではさ、うん、あ、そうなんですか。おやつの王ではさ、お菓子食べる、お菓子食べる、おやつもお菓子食べる。お腹空いたでしょ。そうね、食事時間はね、6時半だもんね。あ、そうなんですね、うん、朝8時半、夜6時半雨上がったから行こう、うん、うん、そうですよね、うん、お散歩がてらって、うん、猫ちゃん先生がおやつくれるって。いいね、猫ちゃん。猫ちゃんいいな。猫ちゃん。猫ちゃん先生の方見て。先生の方見て。はい、どうぞ。偉いね。デビリティキン。よかったね。猫ちゃん。ちょっと顔見せて。怒っちゃダメだよ。美味しい。おみみちゃんちゃん、おみみちゃんちゃん、こっちもこっちも、おみみちゃんちゃん、いちゃうやつあげるよ、おやつおやつ、あー、勝利こうだ、あー、いいね。さあ、ちょっと歯磨きなかなか上手にできなくて。これは好きじゃない、あんまり好きだけど、これは嫌いじゃない、好きなんですけど、あ、好きじゃん、うん、好きなんですけど、これをやらせてくれる、文字のなっちゃうな。あ、溜まってますね。これはできないね。おお。もうちょっと出るかな。ニコロすっきりしていいね。痛い。おお、痛い痛い。そんなふうに言わないよ。いいの。猫ちゃん食べるから怒んないの。はい、ちょっと美味しい、ちょっともう一回ね、ちょっと冷たいけどね、ちょっと綺麗にしておきます。肛門線はじゃあここで出さんとダメだね、はい、だいぶ溜まりますもんね、一つきで、ちょっと一つきだね。あと保湿剤もうちょっと早く来たね、はい、3週間みたいな、ラーメンよ、いいよ、きれいきれいきれい。
ごめんね、ちょっとここ毛玉になってるから。結構そっちに散歩なんか行ってるとおとなしい感じ。どうしよう。そうか、もう、はい、これ先月のこの間渡したやつはすぐ食べました。この日の日に出してるみたいな。何をですか。あのネクストガード作ったやつ。10日の日に食べました。10日に食べました、はい、じゃあもう10日過ぎてるから。そうなの。そう、今日でも食べさせてくださいね。はい、そうなの。食べばっかりだもんね。何行こうか。今日が準備。何行こうか。じゃあ行こうか。行こう。あとそれからあれは打ったりだね。これはいつ打った。そうですね、全部打ったもんね。6月9日に打ちましたよ ね、はい。だからあの狂犬病もまた来年の4月。そうですね。コロナがなければ4月で、はい、コロナがあると遅れちゃいますもんね。それからディステンバーの今後は6月に打っていくと、年の末から6月ぐらいね。あとなんだ、去勢手術、去勢どうしましょうって感じだけど、よく抜けた。あれちょっと待って、この子って1個だけ最初出てこなくてびっくりしたよね。ちょっと待って、この子1個しか降りてないの。え、あ2個、2個。この子1個しか降りてない。そうなんだ、こうなってないか。そういえば、うん、1つしかない。ちょっと待って、もう1個どこにあるの。2個目。出さないの。ちょっと我慢しろ。あ、これかな。1個は下に降りてます。これ正常。1個はどっかに隠れてるんだけど、もしかしたらこれ鼠径部って言って、ここの場所に1個ある。で、普通は降りてるのが普通ですよね。うん、こういうとこにあるのは癌になりやすいとしたら、だから確かに去勢手術した方がいいですよね。はい、で、こうなんだ。1個も降りてなかったのかな。あ、そう、うん、ないねって言って。右側がインコ、左が普通ですね。そうだよね、長くもない。今日って誕生日が、あ、もう1歳過ぎてますね。1歳過ぎてる。はいはい、7ヶ月ぐらい。ブラシはしてるけど、クシクシしてあげた方がいいな。うん、1歳過ぎてるんだったらもう、いつでもできますよ。はい、だからまあ一回また検討してみてください。はい、あの手術する時もちょっと全身検査してからやりますので、はい、でまあ全身麻酔して、はい、で絶食し病院に入ってもらってその日に手術したら、まあ、翌日かな、うん、帰ってくのは、はい、完全に、完全に麻酔が冷めてから入ってもらうから、うん、大丈夫かな。普通の去勢手術よりもちょっと傷が増えます。はい、こっちはね、そんなないけど、ここがね、ここに。これが多分抗がんだと思うんですけどね。一個なんか初め心配したのがあったな、うん、なってなかったもんだから。そうで、ね、これね、まだここに触れるからいいけど、ここにもない場合もあるんですよ。大変だよね。そうするとですね、うん、去勢手術でもお腹開けてさ、精巣を探さなあかん、ね、それね、大変なんですね。たまにほんでない子もあるからさ、うん、探しても結局前の僕の方が初めだと思うんですけどね、うんうん、じゃあちょっと早くね、そう1個はちゃんとこれがだからこっちに本当は降りてきてこなかったんだけど、うん、もうこんな1歳過ぎててここにあったら降りてこんがね、うん、そうなんだ。突然降りてくるもんなんですね。いやも もう突然じゃない、もうこの年齢で降りてこなかったら最初の時突然来たからですよね。くださいとも、もう、はい、ごめんごめん、上手にやったね。この子ブラッシングしてます。なんかすごい、すごい抜けますけど、くらあの櫛はしてなかったんで串買ってきてやった方がいいね。そうね、うん、ブラシは毎日つけるね。もう先生何もくれないよ。串も買ってきてちょっとやったってください、はい、これもお持ちですか。これ持ってない、うん、院長これ持ってないみたいな。コンディション、あ、じゃあこれ出します。これのちょっとちっちゃいの、はい、でこれで全身シュシュッとやるか、手でこう擦り込んでね、はい、それでブラッシングとか、はい、それからあのコームね、うん、串でね、ブラシと串を上手に使ってやってみてください。串がいるね。だいぶでも慣れた、うん、先生。おやつくれるからね。おやつくれるからね。おやつくれるからね。そうです。お座り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 は。あれ、お座り。あれ、お座りは。あー、上手。はいはい、できたね。お座りと座りできるもんね。はい、どうぞ。ありがとう。食べたね、ニコ。はい。
あのジュースの概算を出しておきましょうか。はい、お願いします。これ、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 これ